カイル・ジョーダン・ドレーベックは、アメリカ合衆国、テキサス州、ビクトリア軍、ビクトリア出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。2018年現在は、独立リーグアトランティックリーグのサザンメリーランド、ブルークラブスに所属。父親は、元メジャーリーガーで1990年にサイヤング賞を受賞したダグ・ドレーベック。テキサス州のザウッドランズ高等学校時代は、 ポール・ゴールド・シュミットやブレッド・アイブナーとチームメイトで投手と遊撃手を兼任し、アメリカンフットボールのワイドレシーバーとしても活躍していた。全米屈指の高校生右腕として、メジャーリーグのスカウトから注目を集める一方で、公衆名定罪で逮捕されたり、バイク事故を起こすなど、素行の悪さが問題視されていた。2006年の MLB ドラフト1巡目で、 フィラデルフィアフィリーズから指名を受け、155万ドルの契約金で入団。2007年に右肘を痛めて、トミー・ジョン手術を受けた。2008年の後半戦に復帰した。2009年は AA 級クリアウォータースレッシャーズでスタートし、シーズン途中に AA 級レディングフィリーズへ昇格した。七月には、セントルイスで行われたオールスターフューチャーズゲームにも米国選抜として、 出場した。2009年オフ、ロイ・ハラデートの交換要因の目玉として、トラビス・ダーノー、マイケル・テイラーと共に、トロント・ブルージェイズへ移籍。2010年は、A 級ニューハンプシャー・フィッシャー・キャッツで14勝9敗、防御率2.94という成績を残し、リーグの最優秀投手に選ばれた。7月4日には、ノーヒットノーランを達成している。ブルージェイズは、 打者天国として知られる、トリプル a 級ラスベガスフィフティィテワンズを投手育成の場として、ふさわしくないと考えており、ドレーベックは、トリプル a 級を飛び級する形で9月15日の、ボルチモアオリオールズ戦で、メジャーデビューを果たした。2011年は、オープン戦で好成績を残し、AS のリッキー・ロメロに次ぐ先発2番手として、開幕を迎えた。 4月2日のミネソタツインズ戦で7回を1失点に抑え、メジャー初勝利を挙げて、最先の良いスタートを切った。しかし、その後は請球に苦しんで支球を連発するようになり、6月にトリプル A 級ラスベガスへ降格した。降格後も、請球難は解消されず、防御率7点台と打ち込まれ、当初の期待を大きく裏切るシーズンになってしまった。 2012年も序盤は好調だったが、次第に支給が多くなり、前年と同じような経過をたどった。6月15日に右肘を痛めて故障者リスト入りし、自身二度目となるトミー・ジョン手術を受けた。2013年、3試合に登板して、防御率7.71という成績を記録。メジャー1年目の2010年以来、3年ぶりに未勝利に終わった。2014年、 メジャーデビュー以来自己最小となる2試合の登板に終わる。失点はなかったが2年連続で未勝利だった。2015年3月27日にウェーバー工事を経てシカゴホワイトソックスへ移籍した。3試合に登板して防御率5.06で4月20日にリーフとなり22日に40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級。 シャーロットナイツへ配属された。オフの11月6日に FA となった。2015年11月18日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2016年4月5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが、8日に DF となった後、11日に40人枠を外れる形で参加の AAA キュウリの A シズへ配属された。 7月4日に自由契約となった。2016年7月17日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。同時に球団はドレーベックを野手として起用することも示唆した。オフの11月7日に FA となった。2017年3月21日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約した。 2018年2月26日にメキシカンリーグのプエブラ・パロッツと契約。7月17日にアトランティックリーグのサザンメリーランド・ブルー・クラブスへ移籍。球種は最速96マイルパーアワーのフォーシームとツーシーム、カーブ、カッター、チェンジアップ。特に決め球のカーブは最高級の評価を受けている。ツーシームとカッターも平均以上だが、 チェンジアップはまだ発展途上であり、今後の成長の鍵を握るとされている。マイナーでの通算脱三振率は7.5とさほど高くないが、ゴロ率が高く打たせて取るピッチングを得意とする。2009年は対左打者にヒオプス942と打ち込まれたが、2010年は左率227、ヒオプス651に抑えて苦手を克服した。 課題はコントロールで、2010年からは予死給率が上昇傾向にある。打ち込まれるとすぐにカットなる、精神面の脆さも指摘されている。そのため、2011年は、ベテランのホセモリーナが先祖化保守として、ドレーベック当番試合のマスクをかぶっていた。ありがとうございます。